ゾットの声をやらせていただきました。三宅健太です。おりまして中学高校ぐらいだったんですかね。もうそりゃ男衆はこぞって追っかけてましたね、ベルセルクは。なので結構本当にまさに世代、リアル世代な作品ですね。はい、正直驚きました。もうね、原作のこの容赦のない描写、このある意味ではいたわりのないともすればちょっと心臓に悪いぞっていう描写を、あ、映像でここまでやってしまうんだっていう、これはもうなんか革新的ですよね、ある種。そうですね、やっぱり言われたのがもう300年生きている、それこそもうある種偉大なものがあるっていう、ここでもうやっぱりちょっとさらに気が一個引き締まりましたよね。ああ、ひょっとしたらちょっとこう前回の獣の部分でちょっと押し切っちゃってもいけるのかしらっていう自分のこんなちょっとの甘えが、監督のそう、もうすごく威厳のあるっていう重々しく来たもんですから、わかりましたすごい出すところを出して、今回はちょっとセリフをとにかくキュッとこうより、あの300年生きた強い戦士という部分をちょっと今回前面に、はい、っていう感じで指示をいただきましたけど、はい、もう胃が痛かったですよ腹にくっとちょっとだけ力を入れて、ええ、この壮大なスケールのストーリーの世界をぜひぜひ楽しんでいただければなと思っておりますので、ぜひぜひ劇場版ベルセルクよろしくお願いいたします。